皆さん、こんにちは、ヒカルです。今日は、すっぴんで、すっぴんです。今日は、まあ、9点でも買える、お気に入りの、まあ、何回かリピートしてるような商品を、皆さんにご紹介したいなと思います。Let's start! ヒカルチャンネル。今、洗顔終わった状態で、まず最初に、すること。これ。ネイチャーリパブリックという、ブランドの、スネイルソリューションのスキンブースターですね。はい。導入美容液みたいな感じかな。導入美容液、導入化粧水。これを一番最初にやります。テクスチャーとしては結構とろみのある感じ。でも、そんなになんかベタつきとかはなくて、ちゃんと肌になんかさーって浸透してくれる感じがあります。結構ね、すぐ浸透してくれるので、時間もそんなにかからない感じですね。はい。いつもはね、だいたい2プッシュぐらいしてます。で、この後、まあ化粧水何かしら皆さんしていただいて、で、その後、トリデンのダイブインセラムですね。これも導入系です。導入、これこそ導入美容液。これは、まあこれ単体でもすごく肌に、こう、いいものではあるんですけど、これを最初に、美容液の最初にすると、その後の美容液の浸透がすごく上がるので、これはね、もうほんと水みたい。水みたいな感じです。これをね、これもね、本当にすぐ浸透してくれます。ヒカルチャンネル。朝はこの、ネイチャーリパブリックのデイリーマスクをするようにしています。コットンパックをするときもあるんですけど、まあお手軽なんでこれを使ったりしますね。これは中がこんな感じになってて、このつまみピンセットみたいなやつついてて、ベリーってして、から1枚ずつ取り出すって感じです。シートはね、結構薄手なので、すごいピタッと密着してくれる感じです。なんかさ、シートマスクってさ、いろんなタイプがあるじゃないですか。結構シートがボコボコしてるタイプだったりとか、分厚いタイプだったりとか、柔らかいとか、いろいろあると思うんですけど、これは薄くて柔らかめで密着する、すごくなんかもう肌の一部ですかっていうぐらい密着するので、これをつけてしばらく他の準備をします。なんか手にこういろいろついたやつは腕とかにこうやってつけたり、首につけたりします。じゃあ、後ほど。ヒカルチャンネル。はい、ということでしばらく経ったので外したいと思います。
んかさ、パックした後これやっちゃうんだけど、みんなどうどうなんだろう。なんかもったいない気がしてトントンしたりとか、首にこうやってやったりとかしちゃうんだけど、なんかもったいなくない？液なんか外した後もさ、割とあのシートにさ液ちょっと残ってるじゃん全部さ。なんかもったいないから割と伸ばしがち。すごいしっとりした。なんかすごく水分をぐっと入れた感じがします。いい感じじゃないでしょうか。今回は基本的にリピ品ということで、まだねクリームとかちょっとね実はいろいろ試しててこれっていうやつがないから、そうみんなにこう紹介できるやつがなかったんだけど、2回以上絶対リピしてるものだけを今回ご紹介します。でもスキンケアだから、あのご自身のね肌に合う合わないが絶対にあるので、そこはあのちょっと参考にしていただく程度で、はい、見ていただけたらいいなと思うんですけれども、ヒカルチャンネル今日はすっぴんからの、ね、スタートだったんで使わなかったんですけど、メイク落としのバームなんですけど、これ黄色のもあるんですよ。黄色のよりピンクの方が、まあ、敏感肌用というか、はい、なのでこちらを使ってるんですけども、中は、まあ、ちょっと使用感ってあれなんですけど、こんな感じで、あのすごくね柔らかいバームなんですよ。あのこれ手でも取れるからスパチュラ本来ついてないんですけど、あの私はあの別のところについてたスパチュラを使って取ってます。はい、なんかね本当にいろんなバームあると思うんですけど、これすごい柔らかくて、あの一番自分が使ったバームの中で一番柔らかいし、すぐあの溶けてくれるのですごく使いやすくて、これおすすめです。本当にねすぐ溶ける。あのバニラ粉も有名じゃないですか。あのバニラ粉のね洗顔バーム、クレンジングバームか、あの有名だと思うんですけど、それも使ったことありますし、あのデュオっていうクレンジングバームも使ったことあるんですけど、デュオとバニラ粉と、パーフェクトワンフォーカス、あの3つ使ったんですけど、まあ、どれも良くて、ただ自分の好みの使用感っていうのが、まあ、今紹介したパーフェクトワンフォーカスだったなっていうので、今パーフェクトワンフォーカスに落ち着いてるっていう感じですかね。はい、あとそしてもう一個紹介しておきたいのが、このダルバの、スプレーセラム、ファーストスプレーセラムなんですけど、これはあの本当保湿のためのうんと美容液なんですけど、本当にね霧みたいなの、もうこういう感じだから、もうすぐ肌に密着して吸収してくれて潤してくれるって感じなので、これおすすめです。今ちょっと振っちゃったからあれなんだけど、なんかオイルの層となんかこうセラムの層になって、これを振って混ぜて使うみたいな感じですね。ヒカルチャンネルというわけで、今日は5つ紹介させていただきました。まあ何か皆さんの参考になればいいなと思ってちょっと撮ってみたんですけど、すっぴんを晒すのもどうなのであろうかと思ったんですけれども、皆さんの参考になればと思います。メイク
のね、動画見たいよとか、コスメの紹介してほしいよっていうお声もコメント欄にあったので、それもまあ撮ってみようかなと思っております。そちらの方もいつか出すと思うので、楽しみにしていてくださったら嬉しいなと思います。他にもね、こんなのやってみてほしいよとかあったら、コメント欄に書いてくれると、もしかしたら実現する可能性もありますというわけで、チャンネル登録、グッドボタン、高評価、コメントよろしくお願いします。それではこの辺でまたお会いしましょう。バイバイ。